毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。では、頂上いきますか。選択チャレンジですね。昨日まで禁止モードやったんですけど、結構順位がね良くて、昨日までは50位ぐらいにいました。今見たら100位ぐらいになってた。先制取りましたね。チョキさんね、先制取って、ビップ、ブルーマリー。じゃあ、今週、土曜日ですね、今日は。センチャレ行きましょうか。出たー。いきなりから、えぐいキャラ出ました。チャンコーハンとロックやめてほしい。ラルフ。これはもう勝たなあかんですね。キングなんで。クーラか。どうしようかな。キング先に置くのはありですけど、もちろん。先制かしかも。そうやな、スキルが出るかどうかか。キング前に置いても、でもラルフ置かれてたらやばいか。そうっすね、こう行こうかな。それかこう行きましょうか。ウィップ捨ててその後にキング出そう。あ、ラルフ置いてない。そしたらこれは凍結入った。ここはテリコじゃないわ。ラルフをキングでね、あっさり倒せればいいんですけど。このままいきます。クーラスキル出てるっすね。クーラスキルは前列だけ怒りダウンかな、どっちかですね。後列やったかな。今エイジ下げてた気するけど、どっちやったかな。エイジ使ってこない。あ、やられた。なキング出しましょうか。前はクーラでいいかな。ここはキングは、そうですね、キングでエイジ倒す。まずで、あー、えぐい。ちょっと待って、ラルフワンパンしたで。何このキャラ、ラルフワンパンはえぐいな。今のえぐいっすね。まさかラルフワンパンできると思わんかったけど、そんなに軽く出るんや。ちょっとえぐかったな。まだ申し訳ないですね、キャラ差が。もう一回いきます。うわ、めちゃくちゃポイント高いですね。1900ポイント、多分一桁じゃないかな、ランキング。ツさんね多分ランキング一桁の方、10位以内ですね、これは。ゲニーかな。いや、覚醒か。先生取られてたな。あー、もう LR 嫌や。ゲニコ、ナコルルと、うわー、シュンウェイや。もう勘弁してくれ勘弁してくれ、マジで。アッシュさっきのツケが回ってきたな。さっきキングでね、一方的な試合したけど、今度は逆や。アッシュとシュンウェイはちょっと太刀打ちできない。シュンウェイ出されてたらやばいですね。出されてなかったら一応全滅をね、まあ、狙うっていう、戦い方しますけど、これでいこうかな。シャンフェン前にしよう。もう、あー、出すよね、出すよね。シャンフェン使えるんじゃない。でもお、これ一応あれやな、シャンフェイ使えば、シュンウェイにあれ入れれますね。暴走やったかな。暴走も当然入れてる方がいいっすね。どうせ入るんで。これで、暴走入った。オッケーオッケーオッケー。どうせ入るんでね。早いこと入れてる方がいい。戦闘中1回しか暴走入れないんで。さあ、エクステンション。シンゴワンパン耐えました。で、アッシュとイフリートね。ここはね、チョイじゃあかんな。オロチもあかん。イオリで、いや、オロチいっとこう。オロチいっときます。で、ジョーを結構削りたい。怒りダウン。ジョー結構削った。なんとかシュンウェイをうまいこと倒せればチャンスはあるんですけど、なかなか倒せないよねっていう話。回復していくね。とにかくゲニコと覚醒のゲージためなあかんな。さあ、このオロチはやられそうやけどな。これお、復活してる、復活してますね。こういきます。これは覚醒とゲニコはゲージたまる。よし、チャンスは出てきたかも。あー、ブライアン前にするよね。エクステンション多分覚醒叩きに行きますね。おそらく覚醒叩きに来る。ですね。やられるんすよ、これ。スキルクリティカルで。ほらー、もう、えぐいって。
マジでエグいって、もうイオリゲニコアッシュチョイじゃ無理やと思うけど行こうかな。それかこう行こうか。よし、ちょっと賭けに出よう。こう行く、こう行きます。賭けに出ます。これでゲニコの離脱使って賭けに出よう。これで今シュンエ多分打てないんですよね。ここは多分打てない。回復された。おそらく打てないと思う。だから離脱、うん、離脱してっていうところ。よしよしよし、いいぞ、生きろよ。よし、行くしかない。行きます。もうこれシュンエゲージ溜まってるからもう行くしかないですね、当然ですけど。で、どうこうどう使うか。まずちょいやな、全体なんで。そうやな、ゲニコでこれ、いやー、このあれやな、ゲニコこっちやわ。ゲニコこっち。イオリじゃ倒せないのね。ジョーはアッシュ倒してワンパン。うわー、ないかー。シュンエ倒せるかな。行くしかない。行こう。頼む頼む。どう、うわーしょー、いった。マジでこれはやったったぞ下克上いった。しかもこれ多分ほんまにポイント高い方なんで、多分1900ポイントって言ったら、ほら、いや完全に今のあれでしょ、一桁の方やったから。ほら今スーさんね10位にいるから、多分ねさっきの段階では3位とかやったと思うんですよね。下克上しましたね。よしよしよし、いい感じで、戦えました。さあ煎茶で押しました。なんとか、なんや、ニート脱却さんね、先生取られましたね。りょう、りょうと、これはむずいな。チズルとキングはなや、まあ、チズルにしましょうか。どっちでもいいと思いますけどね。シェン、そして、LR 出た。バイスクーラー、これはクーラーかな。先生取られてるよね。うわ、マチュアや、秘書図っすね。マチュアとバイスなあ。テリコはこれひどいなマチュアとテリコはひどくね。テリコ置いとこ。シェンとチズル、いやシェンあかんな。量にしときます。固めにいってテリコの怒りダウンの嫌がらせしたいですね。マチュアでしょこれ。いや無理やな、ちょっと崩せるイメージがわかないですねこれは。これバイスゲージ下げれるんでこのままでいいかな。テリコでゲージ下げれますからね。だからこのままいきます。怒りダウン取れますね。テリコのパッシブはどの攻撃でも怒りダウンっていうパッシブなんで。クーラー、シールドが、あ、シールドあるわ、よかった。こういこうか。これ使いますが、おお、マックス凍結。ここのでもマチュアの怒りダウンは取れないですね。マッチは取れなかった。マックス凍結いいな。ヘブンズゲート来た。おお、ワンパンは耐えたぞ。なんとか耐えた。お、これマッチはだいぶ削れるんじゃないかな。マッチはだいぶ削れるチャンスやな。ここも単体ぶち込む方がいいっすね。こういこうか。もうこれマッチはを倒す勢いでいきます。もう全部ぶっぱ。これテリッここはマチュアですよね、さすがに。いきます。よし、だいぶ、おお、削れる削れる。よしよしよし、いいぞ。いやむしろバイスも倒せるぞ。これはバイスまで倒せる。倒しとこう。で、怒りダウンはリンっすね。リン、よし。あ、リン倒してもうたな。リン倒すつもりはなかったな今。結構テリコ火力出るな。キングは生かしましたけど、いやこれやばいな。テリコがやられそうっすね。そうなるとバイスは必殺使えますもんね。こパオはキングに入るな。バイスがクーラーぐらいワンパンしそう。これうわー、めっちゃ減るやん。ワンパンやったな今。うわマジか、マチュアも強すぎるって。これはテリコやられそうやな。やめて、生きてる、危ない。生きてた、生きてたが厳しい。
生きてたがってとこやな。もうこう行くしかない。あー、このテリコどこ飛ぶんかな。これパオ飛んでくれるかな。行きます。よし、パオや。オッケーオッケー。これは倍数ぐらいなら倒せそう。いや、むしろマッチは倒す方がいいな。ここさっきクーラーやな。よし、バイス凍結。マッチはさすがにいけんじゃないのこれ。倒したい、マジで。倒さなっていうか勝てない。めまい頼む。どういける。よっしゃ、強敵を倒した。しかもバイスはマックス凍結食らってる。キング復活っすね、パオで。おお、これ勝ったぞよっしゃ、勝った。これは下克上じゃないかな。ねえ、クーラと、テリコですからね。よし、これいけましたね。秘書図怖かったけど、なんか女性 LR キャラ対決になりましたね。うん、そのキャラじゃさすがに。あ、ちょっと待って、クリティカルはいらんて。クリティカルはいらんで、今のは。待ってくれ、さすがにいけるやろうと思うけど。クリティカルはでもネームレスがやばい。生きる。よっしゃ、危ねえ危なかった。これ前どっち、クーラでいいの。いや、テリコやな。テリコですよね、前は。バスタウルフは使うで、うわー、ちょっと待って、ちょっと待って、今の、こうテリー打てるんちゃうの、必殺。うわ、マジか。テリー、うわー、やばいやばい。ガードした、チャンスはある、マジで。凍結、いやー、そこちゃうねんな。凍結した、頼む、スキルこっちもスキル、スキルない。生きてバスタウル打てるんか、これガード。うわー、最悪や、もう最悪や、最悪や。